なわけで皆さんこんにちは、チュンスソーチーチャンネルです。はい、今回は宣言通り青根キャンプ場にね、デイキャンで、ちょっと時間の都合でデイキャンになっちゃったんですけど、まあ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 小手調べというか、ちょっとまったり 4,5 時間焚き火とカレーを食べてザキャンプって感じして帰ろうかなと思うんですけど、というわけでちょっと早速ね、焚き火の準備しようかなと思います。ちょっとね、チーは来れてないんで、LINE 電話でビデオ通話しながら、ぬくぬくやろうかなと。焚き火がね、新しいやつ。東京キャンプ。これで。ピコグリルみたいなやつなんだよね。薪のいい匂いってことで、人生初のカレー作りじゃない、何作り、米作り、あ、ふよーなんか炊けるのって聞いた、俺にもしかして炊けないと思う、炊き方がわからない、誰か米の炊き方教えて。あれやこれやがないね。さあ、時間になったんで開けますよ。開けちゃってみてください。ではでは、はい、お米が完成しました。さあ、いきます。バーン、初の米炊き。何で、何で、これをデデン、キャンプ専用カレー。うんうん、もうお米にそのまま、こんな感じ。いただきます。うまっ、中辛だね。うまい、うまっ。今日はディーキャンなので、ご飯のお供は天然です。うめ、あ、ごちそうさまでした。
きだ。